と終わった。ご苦労様でした。明日の夜には釜を開けて焼き上がったものを見せてあげるよ。ふぅ、やっぱりこの快感は何者にも代え難いな。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。20年後には一体何やってるんだろう。その頃にはどんな世の中になってんだろうね。20年後って21世紀になるちょっと前で、多分月に人が住んだり車が空を飛んだりしてるんじゃないかな。宿題はロボットがやってくれて。そうそう。でもこたつにみかんとか大晦日の歌合戦はなくなってるかもね。Thank you.